川崎市の東西を結ぶ幹線道路6号大師河原線の立体交差工事がこのほど完成し、2月14日その開通式が華やかに行われました。国鉄京浜急行線と立体交差するこの道路は幅20メートル、車道と歩道が完全に区別されています。この道路の完成によって駅前の混雑を緩和し、また府中県道と第一京浜産業道路を結ぶ新しい動脈として川崎市の産業の発展に大いに役立つことでしょう。